皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、1個でパトランプになる LED を自作します。パトランプあるいはパトライトと呼ばれる回転灯は、従来型はライトの周りで反射鏡を回転させていますが、現在では、放射状に並べた LED を順に点灯させて、光が回転するように見せるものがあります。パトカーのパトライトも最近はそうなっているらしいです。パトカーからは本能的にすぐ目をそらすので、よく観察したことがありませんが、ここでは屋外や車両で使うような大きなものではなく、電子機器の警告灯に使えるような LED 型のパトランプを作ってみました。チップ LED や市販の3ミリの砲弾型 LED を4個放射状に並べて、UV レジンで風刺しました。4個の LED を RV ので順に点灯させます。回転方向に順に点灯させることで、ライトが回転しているように見えます。Arduino のスケッチは、ほぼほぼチャット GPT に書いてもらいました。ついでに、Arduino で警報音を発する回路にして、そのスケッチもチャット GPT に書いてもらいました。では始めましょう。この形状のものをここではクラゲ型と呼ぶことにします。まずは、作りやすいこのクラゲ型を作りました。HD 画質の USB マイクロスコープ。スタンド付きでお得。直径3ミリの LED。 電流制限の抵抗。4方向に向けた LED を仮想ドコモンにしました。LED で風刺する前にテストしておきます。OK。 透明 UV レジンで風刺します。半球モールド。秋月電子の UV ライトキット。ネイル用 UV ライト。確か800円ぐらいでしたが今は売ってないモデル。倒れないように表面を固めたら、あとはじっくり中まで固めます。しばらくご歓談ください。できました。LED の透明モールドと UV レジンが一体化して、元の形がほとんど見えません。Arduino なので点灯させてみましょう。うまくいきました。スケッ
ッチはほぼほぼチャット GPT に書いてもらったままです。コメントもほとんどチャット GPT が書いたものです。どうでしょう。いい感じじゃないでしょうか。次に 8mm の LED の形に作ります。型取り用に買っておいた 8mm の LED チップ LED セット、小さすぎるのはハンダ付けが大変なので、1206つまり 1.2mm×0.6mm のサイズにしました。電流制限の 1kΩ 抵抗、ペンチで片方を壊します。この電極をチップ LED ハンダ付けの台座にします。T の字の横棒側がアノードです。ハンダ付けの作業台にする片面銅張り基板、ポリーミドテープ、クランケをベッドに拘束します。フラックス。まず東西方向を若干上向きにつけました。UV レジン。次のハンダ付けで動かないよう、ハンダ付けの済んだところは UV レジンで覆います。次に、南北方向のハンダ付け。仮想度全体を UV レジンで覆います。アノード同士が衝突しないよう、南北方向は少し下向きになりましたが、まあ、いいでしょう。4個ちゃんとつくかテストしておきます。アノードのリード線には手持ちのラッピングワイヤーを使いました。
熱湯。お湯丸。8ミリ LED。型ができました。エンボスヒーター。UV レジンを温めると粘性が下がって、効果ができにくくなります。型に流し込みます。LED を浸します。表面を固めます。お湯丸越しなのでじっくり紫外線を当てました。できました。リード線は光を遮らないように通しています。クラゲ型と同様、アルブイーノなので光らせてみましょう。アルブイーノなので警報音を生成し、DQ アンプでスピーカーを鳴らすようにしました。スケッチはチャット GPT に書いてもらいました。コメントも日本語で、逐一説明してくれます。これはチャット GPT 先生の書いたスケッチのほぼ丸写しで、中身をよく理解していません。概要欄にリンクを上げておきます。では、光らせてみます。いい感じじゃないでしょうか。暗闇ではさらに映えます。クラゲ型ももう一度警報音付きでつけてみます。明るいところでは光が弱いですが、電流制限抵抗の値を小さくして、もっと LED に電流を流してやれば良いと思います。UV レジンに赤の色素を混ぜて光を散乱させた方が良いかもしれません。今回、具体的目的はなく作りましたが、充電器の異常のお知らせとか、
個人の工作の範疇を超えますが、室内の火災報知器とか、その他何かのセンサーと組み合わせて警報を発する機器とかに使えるのではないでしょうか。以上、UV レジンで風刺してパトランプ LED を作ってみました。いかがだったでしょうか。